いや、皆の衆、改めて新年明けましておめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。これようやく私の2015年始まった。私もやっぱなかったからな。やっぱ演芸やって始まったという方に今日ドラマじゃからなら、でも 3時3時からですか。見れんな。おえんちゃん午後演舞なし。なんか帰りになんか用意して見るっちゃう。あんちゃんは最近なんか白い幕かなんか貼ってもう出してわし一人でみたいな。データもうなんかだめだめだめ、一人の時間欲しがるタイプ。聞いた。たまにいるのよ、そういう。おのじじゃなくてそうじゃろう。もうズバリ、わし一人やろうが。絶対一人タイプ。そうじゃろう、うん、今人のこと言いませんやろ。いやでもこういう時はみんなで見んと。どういう時え、こういう時だ。どう好き、いや好きな、好きな2巻でも舐めながら。剥いて、いや剥いてあげる、剥いてあげる。あの、白い部分も適度に取ってあげる。いや、白い部分取る。全部取ると、あれ栄養が結構集まっとるから。真面目かよ。ある程度、ある程度取ったので、わしが。いや、いえ、そのまま食べるね。剥いたる、剥いたる。剥いたるよ。剥く何その時の強さ。剥く剥くちゃうわ、剥かんでええんじゃん。さあさあさあ、まあ、そんなこんなで、そんなこんなで、まあ、どんなこんなかわからない、ね、まあ、前の前だからやってまいったけど。実はそんな振りじゃなかった。普通に言うたんじゃろ、うん、だってなんかあの漫才やっていこう、うん、あの立ち位置これ逆じゃろ。いや、わしのことだ。顔を向かよ、今。そうそうそう、うん、やっぱこっちいいじゃん。あーもう来るわ。もういよいよね、これ芸人と同じ発想や。立ち位置逆になると落ち着かないっていうか。まあ、お主は途中になった。素晴らしい芸人だね。鏡じゃん。さあ、本日は午後また14時半よりめっちゃ演舞行うと思います。はい、まあ、本日はもう天気は大丈夫だろうということで、まあ、楽しみにしつつ、また本日ほぼドラマ録画でやろうかなって書いてある。なんか視聴率上げるためにはみんな見てた、見ない感じだけど、2015年からはあの録画の視聴率も弾き出されるから。えっ、それどうやってわかる。そう、それはね、本当にまか不思議。録画をしたというのがちゃんとあの飛ぶんじゃの電波で、それで計算できて、累計何人の人が見たかっていうのが弾き出されるんだ。いや怖い、これは。あと動画視聴率っていうのもあって、最近スマートフォンで見る人も多いじゃん、はいはい、スマートフォンも全部数字で戻ってくる。だからテレビ時代の視聴率は低くても、その番組がもし長続きした場合には視聴率ではなく動画視聴率がいい番組だということ。だ結構その辺がもうやっぱ時代が変わっていって、もう数字が悪いから番組を打ち切るというふうになかなかテレビ局もしにくい、まあ、この番組変わるともなんじゃん、いわゆる長寿番組が生まれにくいこのご時世において、では一体みんな何で見てるのかというのを調べたところ、動画、録画、こういうものが多いということで、じゃあそっちでどれぐらいの人が見てるのかをまずは知るべきではないかということで、それが導入されることになったそうです。だからみんな何でもええ、録画でも動画でも何でもええ、とりあえず我々をいっぱい見ろ。おお、そうすれば長いということになっていくから。へー、知らんかった。さよさよさよ、これ素晴らしい画期的な技術。生で見て、録画したのを見て、動画でも見て、1人3回。1人3回見る。とんでもないことになる。大変なこと。しっかりと見る。じゃあもう午後の演舞なんかは、じゃあこうやってやっとる傍ら、ここでこうやって見たの。これ何、これドラマ、ドラマ、ドラマこうやって見て、ここで3時からじゃったら演舞終わって、あの写真撮影中みんなもう。そうか、それぐらいの、そうか、それか、それか総踊りやっとるぐらいか。あーぐらいかな。見にくい。どっちかに出た。上がった。
画面半分ずつ持ってたら雰囲気がこうガシャ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 ちゃう。そうやったら確かにすごい景色だけど、最近あのあれ他のメンバーも気に入ってくれたのか、本当にいかんやられたな。この間も親方さんも逃げられて、徳川殿もちょくちょくそういうのネタで挟んでないと思うな。分かるじゃん。お前もその被害に遭った人じゃん。だからおめやさんと元気でニコ生でケツの方でやったろ。それ。わし見えとって聞いとったんだ。生ごとですね。え？え？やっと？なんならお主がツッコミ側でやっとったよ。そうです。わしが刑事様にこう後ろでやったら。とむかつくわ。前でずっと喋ってるのに静かにずっと。いや、ったんですよ。こまんわけにいかんじゃろ、やらないで。視野に入ったんだよ。拾おうかな思うたけど、もう親方さんも締めかかっとったから、やめたことです。邪魔になったんで。いや、まあ、しかしながら、本年は誠にその1日のネット絵巻に始まり、このニコ生、そしてこの名古屋城、また最近では CM で、あのネクステージの、ネクステージ三英傑の、ゆかりなし天下の進出まだ絶対するの早いから放送、もっと放送中だから3映像バージョンが欲しいわし、言いたいね、わしも言いたい、抜かりなし全員が抜かりなし、抜かりなし気に入ったやつ言ってくださいって、みんなそうなって、いやでもあの徳川殿かっこいい、かっこいい、あれかっこいい。でも昨日の亀吉か誰かに記者になった徳川殿はぶっ壊れとったけどそんなこんなことない徳川殿が写真に写っとったけど振り幅が半端じゃない、振り幅が半端じゃない。さすが江戸幕府将軍今年はわし江戸幕府将軍として頑張っていくから日記帳見たらさりげなく下の方に江戸幕府将軍って書いてあるもんな、かわいいと思うなんだかんだちょっと嬉しかったわしも将軍になれたと、よかったと。さ、じゃあこの時間は戻ろうかの。そうだな。未来の仕事飯を食い、また14時半じゃな。まあドラマ見たくて帰りたいものはもうしょうがないそれは。しっかりドラマ以外の用事なものは許さん。14時半、今一度この場所見て遠方仕事見に参ることじゃ。ではこの時間も大事になる皆さん大事になった。さらばじゃ。さらばじゃ。